ビーガンがありました。ハビガン、シンガポールガーデンザベイ、一生分歩いた。エンジョイポケモン、旅ポケモン、昆布出す出す。ということで、本当このシンガポールのガーデンザベイ、もう一流観光地をね、こんだけね歩ききれるっていうのはね、本当幸せなことだと思います。もう一生分歩きました。もう隅から隅へと見渡したというか。ただね、このガーデンザベイ内にあるね、熱帯植物園だったり、そのスカイウォークだったり、そういうもう一つのね観光目的の場所を見れなかったっていうのはちょっと残念でしたけども、まあ何しに来とるんじゃいって、ポケ活しに来とるんじゃい、ポケモン狩らないといけないんじゃいと、狩るじゃないな、ゲットするだな。うん、ということで一生分歩かさせていただきました。動画の方1,2,3といかがだったでしょうか。今回これポケ活のナンバー2となりますが、翌日ね結構晴れてね、ガーデンザベイ内がねすごい、綺麗な装いもあるんで、2の方をちょっと流させていただきます。どういった感じでポケ活をしてたかで、友達のね、端末を少しやらせてもらえるということで、そっちの方でね色違いを取ったりなんなりっていう部分も流させてもらえればと思います。まずはですね、観光でシンガポールのもシンガポールに行くのもよし、ポケ活でシンガポールに行くのもよし、まあ本当行ってみて、またもう一回シンガポールにね、今度はポケ活ちょっと抜きでね 2,3 日ね、そのマリーナベイサンズにね泊まってね、ゆっくりホテルライフとね観光地巡りをねしたいなって思うような国でした。まずはともあれ、本当に皆様がこの動画を見ていただいて、こういうところをこうすれば海外イベント行けるんだっていうのを感じ取っていただければと思います。またねこの後にね、必要なもの、例えば SIM はどうしたらいいんだ、交通費はどのぐらいかかるんだ、でシンガポールに行ったら電車を乗るカードはどうするんだ、換金はどうするんだ、そういった動画もね作っていきたいと思います。これはね、ポケ活だけでもなく、海外イベントだけでもなく、旅する人にとってもね有益な情報につながるとは思いますので、作っていければと思います。はい、まずはポケ活の様子を少し流させていただきたいと思います。それではどうぞ。ちょうど光ったこのポケジェニックの場所でラッキー、最終日晴れ、そしてここがメインスタート会場、メイン会場、うわやっぱ最終日すげえぬいぐるみ並んどる。メイン会場、ここのメイン会場ね結構マラカッチ出たなっていう感じはある。パワーバンク、あ、パワーバンクステーションあるんだ、知らなかった。シンガポールにはパワーバンクステーションあるんだね。台湾はパワーバンクステーションなかった。パワーバンクステーションで、あっちを見返すと、あっちがダウンタウン、マリーナベイサンズ、拠点機いいから写りもいいだろうな。Welcome to Pokemon Go Safari Zone Singapore. This is an announcement. And remember not to leave behind any trash at the venue. It is very warm today, so remember to drink plenty of water and do take a break while you're on the game. What is this? Oh, boots. Oh, 販売記念のやつだ。台湾でもあったな。テクニカルサポート。テクニカルサポート、ラストパウンド、インフォメーション、チケットソードアウト。晴れてるからにはガーデンザベイ、コラボピカチュウたちをね、ガーデンザベイ&コラボポケモン GO。 これすごいよな、ここに
もうピカチュウたちを犯してもらえるんだもんな。無理無理、不思議だね。ピカチュウ、ピカチュウ、ペニガメ、また不思議だね。攻撃したピカチュウ、すごいね。ここの上にぐわーって、ほら、マグマ屋さんです。ぐわーって、あるわけだ。よっしゃ、シャイニー。あ、シャイニーどこだ。よっしゃ、いた。シャイニーいた。俺はどうだ。俺はどうだ。じゃん。あの N を交換できるなんてありがたい話だ。これでいいんですよね。ビギーさん、ビギーさん、これですね。昨日コンプファンクラブに加入してくれたファンの方からって言ってくれありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。埋まりましたです。あ、やったー、ありがたい。マーさんのそばで N を交換できるなんてありがたいお話です。ありがとうございます。ビギーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。マーさんでした。